100. の力を解放したか。これで叶わなければ。俺は。どちらかは消えてしまいます。ですから約束を守ることは永遠にできません。俺が優勝してスーパードラゴンボールで貴様たちを生き返らせてやる。僕たちを。いつとも約束を守らなければならないな。だから俺のやり方で限界なんぞ超えてやる。そして全貴様に勝つ。ベジータの木が今までのブルーの力とは違う。この果てしない力を。ベジータさんも殻を破ったようですね。今までのスーパーサイヤ人ブルーをはるかに凌駕する力を我が身に集約させたのです。これが俺の全てだ。ジレン、あれがベジータの限界を超えた力。あの二人が力を合わせようというのか。共に月の鋭さが増している。限界を超えた二人の力がジレンを追い詰めていく。果たして悟空とベジータはジレンを倒すことができるのだろうか。